とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。性能は置いといて、見た目が好きなランキングやってくださいということですね。今日は、好きな見た目トップ5やっていきたいと思います。今日は武器編ですね。武器で好きなやつ、結構あるんですけども、トップ5を決めるなら、こんな感じでしょう。いきます。それでは、第5位からいきます。第5位は、この武器です。フロストスレイヤー。この武器、冬のイベントでもらえるやつになるんだけども、見た目はかっこいいですよね。なんかゴツゴツしててすごく好きです。ただ、見た目はいいけども、性能はただのブロードソードなんだよね。続いて、見た目がかっこいい武器、第4位です。これ、星なき夜ですね。この緑と紫のコントラストがもう素晴らしく、俺は大好きなんだよね。ただこれ、見た目だけじゃなくって、性能も抜群に強いっていうところもいいですね。それでは、第3位いきましょう。第3位の武器は、これですね。不吉な剣です。一番最初のイベントでもらえたやつになるんだけども、それ以外ではもう入手が今のところできてない、なかなか幻的な武器となっております。見た目はね、この赤色がすごく好きなんだよね。中二心をすごくくすられる、そういう装備になっております。ただ、見た目だけで、性能はホークブランドと一緒ですね。それでは、見た目が好きな武器ランキング第2位です。第2位はこれ、機械化装ブレードですね。この武器だけ周りを光がぐるぐる回ってるっていう、このエフェクトがかっこいい。さらに光ってるっていうのもポイントが高いですね。すごく目立ちます。ただこれね、見た目だけじゃなくって性能もいい。まあ、そこもね、かなりポイント高いんではないでしょうか。それでは、見た目が好きな武器、第1位、これです。これ俺の中ではね、もう、ダントツの1位となっております。誕生と終焉ですね。まあまあ、二刀流っていうのがいい。まあ、探検は二刀流なんだけども、またそれとはね、違った感じでいいですよね。で、この色よ、色。この色がなんかちょっとダークな感じを出してて、すごく心が躍ります。はい、第1位。俺はダントツでこの武器がかっこいいと思いますね。誕生と終焉です。はい、ということで今日は見た目が好きな武器トップ5やってみました。イベントものはね、入れるかどうか悩んだんですけども、入れておきます。イベントのやつも一応武器ですからね。ということで、明日、明後日にかけて好きな弓、好きな防具、これもやらせていただきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。